ロゲール・モエンス・ロゲール・モエンスは、ベルギーの陸上競技選手。男子800メートルの元世界記録保持者。1960年ローマオリンピックの銀メダリストで、ある。モエンスは、800メートルを中心として活躍した選手で、1953年に1分48秒8の記録を出し、頭角を表した。翌年のスイスのベルンで開催されたヨーロッパ選手権では、 1>, 1分47秒8の記録で5位の成績を残している。モエンスは翌1955年8月3日にノルウェーのオスロにおいて地元のアウドン・ボイセンとの競り合いの末800メートルで1分45秒7の世界新記録を樹立する。ドイツのルドルフ・ハルビヒが1939年に 出していた1分46秒6の記録を16年ぶりに1秒近く更新する素晴らしいものであった。この記録は1962年にニュージーランドのピーター・スネルに破られるが、モエンスは7年間世界記録保持者であった。メルボルンオリンピックの年である1956年、モエンスは8月8日に4800メートルリレーでアンカーを務め、 7分15秒8の世界新記録を樹立するなど好成績を残していたが、オリンピック前の練習中に、夜間のトレーニング中に鉄柱に激突するアクシデントを起こし、オリンピックへの出場を断念した。しかし、モエンスは1957年には復活。メルボルンの金メダリストのアメリカのトーマス・コートニーを、かつて世界記録を更新したオスロにおいて下している。 1960年になり30歳になったモエンスはオリンピックでメダルを獲得できるラストチャンスとなるローマオリンピックに出場。ドイツのパウル・シュミットやジャマイカのジョージカーといった強敵との対決となると見込まれた。しかし、モエンスは決勝のレースにおいてシュミットとカーには勝利したものの最後の直線で当時無名だったニュージーランドのスネルに追い抜かれ、 銀メダルに終わった。ありがとうございます。